96ページの4番の1番ですね。定価 X 円の品物を2割引きで買って3個買ったと。その代金を Y とすると。その時 Y を X の式で表す。こういう問題です。そこで X 円の2割引きということは、2割引きということは8割というわけだから、X の8割。つまり 0.8X。あるいは10分の 8X 円となります。それが3個分ということで 0.8X×3、 つまり 2.4X ですね。それが Y 円だから Y=2.4X、 こんなふうになりますね。